こんにちは、FF12。 今回は戦艦リヴァイアさんで、これからジャッジギーストのボスバトルに挑みたいと思います。まあ、このリヴァイアさんの中でアーシェとパンネルを助け出して、まあ、仲間にしたんですけれども、どっかで拾った刀の備前長船があったんで、早速アーシェをモノノフ、英語だと武士ってなってるんですけど、武士にして、まあバンとフランとアーシェの3人で戦いたいと思います。でガンビットもそんなに工夫はしてなくて、バンがまあヒットポイントが減った仲間にハイポーションですね、ハイポーションなぜかこの船の中で結構拾ったみたいなんで、であとザコ敵が今回も結構出るんで、ヒットポイントの低いやつから倒すように指示しています。でフランはまあレイズを覚えたんで、白魔法の死んだ人をレイズと、あとケアルと毒消しと、バンに暇な時バンにプロテクトをかけるようにしました。でアーシェは基本的には殴りまくると、まあフェニックスの音とかは使うけど基本的には殴りまくるとという単純な作戦でいきたいと思います。残念ですな。この左手に持ってるのが素敵なんだよな。していただけるものと信じておりましたが、まあ王家の証はこちらにある。よく似た偽物でも仕立てればよいでしょう。あなたには王家の資格も価値もない。ん？何なの？浜関か。ご立派ですな殿下、名誉ある幸福を拒むとは全くダルマスカらしい。鉄線なのか盾なのか。よし、こうやってザコから行くぞ。よし、よし、もうギース一人だぞ。いや、このアーシェに刀ってめちゃくちゃ似合ってると思うんですよね、構えが。フランはまだ、フラン赤間戦士なんだけど、まだ弓を使ってるんだよな、武器がなくて。エアロを唱えてるよ。これって詠唱中に攻撃しても詠唱妨害とかってできないんだっけ。ん？今妨害した？エアロのダメージでかいわ。魔法防御が全然ないな。いや、まあでもこれ3人で殴ってれば勝てるでしょう。フランが暇そうだな。よし、あ、死んでない。トロい船だな、主人公向きじゃない。俺が飛ばしてもいい？また落ちたいの？早く早く全開。ダメ。いや、確かに
言ったわ。下手に急いだら見破られてたわ。パネルも白魔同士に以前しちゃったんだよね。だからもうみんなのジョブを決めちゃったんですけど、黒魔同士がいないんだよね。どうしようかな。黒魔同士いなくても大丈夫ですかね。まあ一応フランが赤魔戦士だから黒魔導もちょっと使えるけど。オンドール校に？でもあの人は。お会いになるべきです。表向き帝国に従っているように見えても、それは公爵の本心ではありません。こうして殿下をお助けできたのも公爵の助言があればこそです。少々危険な手段ではありましたが。自分も同感です。これまで距離を置いてきましたが、もっと早く公爵を頼っていれば、自分が愚かでした。オースラ殿下、自分に時間をください。我々の力だけでは国を取り戻せません。別の道を探ります。自分が戻るまではバッシュが護衛を務めます。まだ彼を疑っておいででしょうが、国を思う志は自分と変わりません。あなたがそこまで言うなら任せます。殿下を頼む。オンドール公爵の下で待っていてくれ。いや、しかしこれでパーティーメンバー6人やっと揃ったんですけど、もう離脱したりしないんだろうな。どうだったっけ、この後も離脱したりするんだったっけ。まあ今回はかなり楽勝なボス戦でした。それでは終わりますね。ご視聴ありがとうございました。